今日は超絶うまい人たちを集めてまいりました。今日はですね、この中で誰が一番いいスコアで上がってくるかを視聴者の皆さんに予想してもらいたいと思います。今はその前やってた時の気持ちと全然違うから、もうたまにやるのでも楽しいって感じ。うん、楽しい。でもなんか前の自分とやっぱり比較しちゃったりとか、距離とかもそうだし、打感、当たった感じ、フィーリングとかもそうだし、全然違うから、なんか前はこうだったのになみたいなことをそうよぎって悲しくなる。クラブは当時のままですか？そう、当時のまま。だからなおさら、もうね、体バッキバキ。もう無理だよね。もうさ、下手なりなさ、クラブセッティングにしなきゃいけないんだけどさ。いやいや、この先逆じゃないですか？そのクラブに戻るように。あ、そうやね。やりまくる。なんか、アイアンのこう、まあ、打つポイントというか、こういうことを意識してますよみたいな。アイアンはやっぱり距離っていうよりライン出してバーディーチャンスにつけたいんで、あんまり大きく振り上げないで、あんまり振り上げない、ライン出し注意して、おお、うん、じゃあもう距離よりも、ただみたいにフルショットするよりもこう、そう、コンパクトに、コンパクトにライン出し、本当にライン出し私は意識して打つように。どうして言ったって言う。そう、すいません、これ言った後に打たせるからみんないつも嫌がるんだよ。出てますよ。よかった、しっかり出てます。よかった、ナイスー、ありがとうございます。ライン出てます。ピンに絡んでいきました。今いいんじゃないですか、入りも。ちょっとごまかすのが上手くなってきたかな。今で142ヤードで、風は今あんまりここでは感じないんですけど、こうやって真ん中が谷になってると、多分その部分がこう風がこうわって回ってると思うんですね。なので、まあ、あの受けグリーンってこともあって、ちょっと大きめに打ってみます。18年からかなりルール、あ、19年か、かなりルールが変わりましたが、どうですか？
でも、もともと速いプレイヤーが好きだから、うん、嬉しい。嬉しい。嬉しい。なんかいろいろこう紛らわしかったり、大変だったりとかは。はするけど、うん、まあ、慣れちゃえば、最初だけかなと。今日やっぱ速くなります。速くなります。で、ほら、先に準備できた人が、うん、ね、打つ感じだから、もう最高かなと思って。うん。翔子さんはこう慣れてきた。徐々に徐々に慣らしている感じで、やっぱりどうしても無意識に肩の位置から球を落としてしまったりとかするけども、でもやっぱり膝ぐらいから落とすと止まるので、うん、理にかなってると思ってるな、まあ、みんなはもう慣れちゃえば、うん、慣れちゃえば多分すごい早いと思う。今年の試合が心配ですよね。ちょっとね、いきなりだからドロップ結構やっちゃいそうで、うん、心配心配、うん、心配。そういうことで四角になったら ね、もったいないですね。一番嫌だね、うん、うまいバンカー。もうなんか止まってけろ、手で投げたような。だってあの傾斜ここに止まんないからね。すごい、みんなアプローチうまいね。本当に怖い。これも止まってよ、もういいよ。ナイスナイス、ナイスナイス、ありがとうございます。一つしかないから動きそう。悔しいけどね。ドライバーで打っちゃう、行っちゃう、行っちゃう、打っちゃいます。ちゃったっぽい。この木超えるってことあります？この木、あのスレスレいければ超えると思うよ。そしたらバンカー超えます。そうだね、ミキちゃんならあの間いいかもしれない。ダメ元でチャレンジャー、はい。で打つポイント、はい、教えてください。私の場合は、まあ、シンプルにボールだけ打つように。ボールだけなんですね、うん、ボールだけ打つように。ちょっとあの右足寄りに少し置いて、右足寄りに直接ボールに当たるようにアドレスを注意して、あとはもういつも通り振るだけ、うん、あんまりいろんなこと考えない、うん、な感じです。右足寄りに置くのはやっぱダフらないため、
あ、でもあんまり大きすぎちゃうとこう上から来ちゃうんで、あの左で引っ張った方が払えるんで、あんまり大きすぎない、気持ち、気持ち、うん、気持ち、あとちょっと短く持つ、はい、クラブを。アダプター、いやでもまあ、うんうん、はい、狙える位置まで、はい、ギリギリ一回入ったかもっていうぐらい、ギリギリ。これ知ってたら次考えますよ、うんうん、でも知ってたら多分打たなかった絶対打たなかった。でも200でもちょっと上げてるので高い球が来るもので、そうなるよね。そうなるよね。そうなるよね。そうすると、まあでも、まあ届くか届かないか。あれだって、グリーン周りのバンカーだから。はい。なんでそうなっちゃったんですか？うん、やっぱり右の木が気になって、これ出てるやつ。じゃあ一番ダメなのが、あそこにも突っ込んでガサッポトっていうのがもう最悪なので、打つ瞬間にキュッて入っちゃったかな。ああ、でもまあ当たりは悪くなかったんだけど。うん、この木スレスレに行くっていうのが今はちょっとできなかったかな。うん、そうするとね、こうあの1段目攻めていった意味がなくなっちゃうので、気合いでは今のミスは避けたい。うん、なりやすいよね、こう。うん、はい、ありがとう。ミスした後ってちょっとドキドキしちゃうので、落ち着いてできるように。うん、強く入った。スライスするの？そう、スライスだった。集中、はい、お疲れ様でした。どうでしたか今日一日、ビデオカメラと、うん、ラウンドと、うん、大丈夫でした？楽しかった？楽しかった。大丈夫です？なんかね、はい、なんか違ったなんか違いました、うん、なんか違った、なんか おかしくなっちゃった。おかしいちょっとそういうこともね、ちょっとたったビデオだとね、あるかなっていう。でも中でもね、皆さん素晴らしいスコアで上がられて、なんかあやさんがなんかビデオカメラがなかったらおかしくなったって。そう全然別人になっちゃったですよ。あのキャディさんも笑っちゃって、どうしたらって終わるんで、全然違う人間になっちゃって、どうしたらですか。カツサンド一律足りないだって。ミキちゃん食べちゃうから、食べるにはね、もう一つだったら。
はい、言いたい放題。じゃあちょっとね、あの、うん、今回コメント欄で誰が一番いいスコアで上がってくるか予想してくださいっていうのをやったので、じゃあ誰が一番いいスコアで上がったかを3位から発表したいと思います。アウト44、イン42、86のランさん。おお、ありがとうございました。また一打負けた、はい、すごいですね。ありがとうございました。パワフルなスイングで、なんかありがとうございました。いくつになってもゴルフやりたいなと思いました、ね、うん、はい、で第2位イン41、アウト40、楠田さん。はい、さすがの、ちょっとなんかビデオがあっていつも通りになんなかった感じですけどね。いつも通り本当は。はい、はい、で1位が塩田さん、アウト40、イン40。はい、一田さん、おめでとう。なんと前半40だった人が3人もいたんですよ、うん、なんでめちゃなくちゃ並んでたのに脱落しちゃったね、カズサンドが。ビデオがね、カズサンド1リだったら1個だな。なんか全員ね80代でラウンドしたっていうことがもうすごい、やっぱレベルが高いですね。で今年も皆さん多分試合に出られる方が多いと思うので、ぜひあのそっちの方のね結果も見てもらえれば、それまでにガンガン仕上げていく感じですもんね。もう本当に今がスタート、ちょうどこうシーズンにこれから上がっていくので、そうみんな感覚を取り戻していって、でトレーニングした人はその結果が出ると思うし、みんなそれぞれこう最後の大会に向けて、日本に向けてどんどん調子が上がってくると思います。はい、全日本でね戦うのを見たいなと思いますので、ぜひ勝ってください。はい、頑張ります、はい、じゃあ今日は以上になります。バイバーイ。バイバーイ。ちょっと感想一言ずつやっぱもらおうかな。そうなの。はい、あやさん。すごい今日楽しくって、あのやっぱこういうメンバーでやれるあの幸せを改めて感じました。また呼んでいただけたら幸せです。はい、ありがとうございました。全然うまくいかなくて、でもみんなにサポートしてもらえてすごく楽しい回でした。ちゃんとというか時間を作って子育ても頑張って、また復帰、うん、試合も復帰したいと思うので、いつかまたこの回に呼んでもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、今日は本当楽しかった。もういろいろ勉強なりました。本当とてもとてもいい一日でした。ありがとうございました。ありがとうございます。須田さん、そうですね、本当に楽しいメンバーと、なかなかこのメンバーではなかなか本当集まれないと思うんで、忙しい中みんな集まれてこうやってできてすごく楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、翔太さん。はい、今日はもう本当に勉強になりました。もう3人いたら3人の打ち通りが打つ、うん、その道があって、みんなそれぞれ自分の技を持っていて、今回、遊びなんだけども、でもそれぞれやっぱりみんな競技者としてそういう技術をテレビカメラの前で出せたのかなと思います、うん、はい、はい、また楽しみです。ありがとうございました。じゃあバイバーイ。バイバーイ。